メラニー・ベルニエは、フランスの女優。フランスサントルジーキ県、アンイコール・エイコール・ロワール県、トゥールで誕生。幼い頃から演技を志していた。ベイニュで、幼少期を過ごし、そしてまた、トゥール近郊の小さい町エブルで初めてとなる舞台の、経験をした。14歳になった頃、テレビ映画、レンズ、モアモンノムに出演。2000年に、 フランスで公開されたブリのシッシュ監督のコメディ映画、バルニーのちょっとした心配ごとに、セシル役でファブリスルキーに、ナタリー・バイ、マリー・ジュランらと共に出演した。2004年、作家ジョルジュ・サンドの小説を原作とした、フランスのロマンス映画、愛の妖精で主役のファデットを演じた。2005年から放映され、フランスで人気を博した、主にエステサロンを舞台とする。 コメディテレビドラマシリーズ、ヴィーナスアポロにメインキャストの4人のうちの一人美獣として出演した。2011年、1994年12月24日に起きたエールフランスパス1969便ハイジャック事件を元にしたジュリアン・ルクレルク監督のサスペンス映画、フランス特殊部隊ギギンエールフランスパス1969便ハイジャック事件。 にメインキャストのキャロル役で出演している。ありがとうございます。